対正面に礼。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、会場の皆さん、こんばんは。隣町の、下郷で、活動しております、よさこいチーム合人です。今日は、震災から5年、という月が経ちました。そんなことで我々も願いと思いを込めて、演舞したいと思います。今ほど、送った曲はですね、会津の総踊り曲で松陽開墾という、曲でございます。続きまして、2曲目本当に祈りを込めて、また、我々がこの震災で、亡くなりました、また、いろんな意味で被災をされた人のために、決意を持って踊りたいと思います。どうか、よろしくお願いしたいと思います。今年の曲決意いきたいと思います。今日来た正面に
正面のお客様に感謝礼。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ゴールデンの皆様、素晴らしい演舞に大きな拍手をお送りくださいませ。いや、素晴らしい、見ていて勇気がもらえる、そんな演舞だったかと思います。それでは代表にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。今日はどんな思いを持ってこのステージに臨むようにということで皆さんにお伝えしたんですか。はい、ですね、震災も、震災、から5年経ちました。震災の時も、うちの踊りで、これから踊っていいのかというような、思いがありましたけども、たくさんの人から、元気を伝えてくれということで、我々も、迷いながら歌いました。今、やはり5年前から、震災の時諦めないでですね、踊れたということが、本当にたくさん、愛情を持てより福島の元気を、また東北の元気をお伝えできたのかなと思っております。豪人と言いますと、もうこの地域の皆さんは当たり前ですけれども、福島県内でもその活躍は知れ渡り、東北でもまた全国でも活躍を続けていらっしゃいます。もうたくさんの賞もいただいてますもんね。ありがとうございます。これはどういったところが評価されてというふうに代表お考えですか。はい、うちはですね、よさこいというと、お祭り、当然お祭りなんですけども、その中で我々は地域を背負うということが、まあ、モットーでやっておりますので、下郷は元陽区、南会津、会津、福島という、ところをやっぱり地域を思いながら、踊っている。また、この会津、大きくくりで、ここも南会津の会津ですから、はい、会津という、歴史を感じながらやっぱり踊るということが大事だということを、伝えております。はい、メンバーも本当に年代も幅広くいらっしゃるんですね。そうですね、今もう幼稚園の方はもう1年生ぐらい経っちゃったんですけど、ね、小さい子は1年生から、私ぐらいの年までいますけど、はい、これ多くの方々やっぱり公人でどんなことをしたいっていうふうにこう思っても叩かれているでしょうか。そうですね、私がいつも、子供たちに言ってるのは、はい、人から、物を与えていただくということは豊かに、感じると思うんですが、それよりもやっぱり人に何かを与えるということが私は大事だろうと、そういった使命感を持ってですね、やっぱりやることが、小さい子でも人のために何かができるということは、よさこいはその辺がすごいのかなと私は感じてるんですけども。ではよさこいを通してその人間力も大きく磨いてらっしゃるっていうと。そうですね、やっぱりまあ今の子供というと不平ありますけども、やっぱり人としてできないのがいくらね、学力とかそういうものを、高く言っても仕方ないんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱり挨拶とか、まあ、できることっていうか普通にやらなくてならないことができないっていうのが、うちの方では、うちの、まあ、老人の中ではちょっとうるさくは私言ってるんですが、まさにこう人間力も磨かれてきて、そして今回のまた演舞にもつながっているのかなというふうに思います。次の何かこう大会目標とされているものっていうのはどこにあるんですか。そうですね、今やっぱりよさこいソーラン祭り、3年連続ファイナルということで残っておりますので、今年も、その大会に挑んでいきたい。あとはですね、タイム後で申し訳ないんですが、明日ですね、NHK の明日へコンサートということ、番組あるんですが、まあ、北島三郎、スマップ、そうそうたるメンバー出るんですが、縁がありまして、豪人も明日7時半から生放送で、踊りますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。そのよさこいを見るとき、特に豪人の演舞を見るときに、ここを見てほしい、こういった部分ってありますか。そうですね、明日は別なんですが、明日はちょっと言えないんですけども、まだ誰かのバックで踊るんですけども、よさこいですね、我々のよさこいというのは、やっぱり会津という歴史を感じていただいて、会津の侍はどんな思いで戊辰の戦いを、
貫いたのかというところを、メイン的に、踊りに、踊りを考えて作っておりますので、今の、子どもたちに、注意というとちょっと難しいですけども、やっぱり守るという、家族を守るとか友達を守るという、そういった貫くということが必要なんではないのかなってそう思ってですね、今年の、先ほど今年の曲、決意と言いましたけど、はい、今年はですね、昨年のその決意は昨年の曲で、今年は今、もう仕上がってこれから振り付けをするんですが、まさに会津魂貫くという曲を作りました。ぜひですね、来年も、皆さんの前でご披露したいと思いますけども、はい、今日は南会津地域ということで、南会津を中心に皆さん集まってくださいました。今の演舞を見て、僕も私も、いや私の子供も孫も入れたい、こういう場合はどうしたらよろしいでしょう。はい、待ってましたという言葉なんですですね、よさこいソーラン祭り、毎年100名からのメンバーで行っとるんですが、踊り手が今ちょっと少ない状態であります。ぜひですね、この南会津町、下郷は問わず、私は、会津、大きい括りで会津の子供たちをなんとか人前に出してですね、チャレンジっていう思いをさせてあげたいんです。本当に、この場を借りて、郷人の踊り手募集をお願いしたいと思います。ぜひ郷人の門を叩いてですね、最初からあのメンバーのようにフルに踊ることは難しいと思いますが、これ練習すればできるんです。そういったことをご父兄の方ご理解いただいて、ぜひ郷人の窓を叩いてください。よろしくお願いします。これはホームページの何かでチェックすれば大丈夫ですかね。はい、ということで、郷人、下郷町の郷に、そして人、郷人、これで検索をしていただければというふうに思います。本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。大きな拍手を送りください。素晴らしい演舞でございました。